戦争を聞くことってないの？もうすぐ聞いてない。よ、ちょっと上げて。じゃあ目標を上げてきたら開始していきます、ね。はい、お願いします。あ、ちょっと待って、お願いします。はい、私。自分で自分の準備もできてないっていうパターンだ。OK です。はい、じゃあ始めていきます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、今日収録上では敬老の日、あ、当たってるね。敬老の日となっておりますが、はい、私、じいちゃんばあちゃんいないんですよ。なので、代わりになるおばさんに、この後収録終わってから電話しようかなと思って、近くに一応住んでるので、はい、電話してみようかなって思ってるんですけどね。おめでとうは伝えないといけないですからね。伝えないとね、いけないからね。うん、どうしても。キャンさんは何かしました？今日。まだしてないです。はい。何かする予定は？考えときます。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、kimagure.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ、気まぐれ、元気の気に、まぐれはひらがな、ラジオはカタカナで、をつけてポスってくださいねということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。スーパーフライで輝く月のようにです。どうぞ。これ結構長かったんですよね。5分29。あ、まあでも考えたら今月テレビ買ってるからちゃんちゃんいいな。どういうこと？うちのおばあちゃんにテレビ買ってあげた。ああ、そういうことか。じゃあいいか。私、何もしてないの。最近何もやってなくて。敬老の日。前は蘭の花とかあげたりとかしてやってたけど、はい、最近蘭が増えてきたなーと思ってやめて、何あげようかなーって考えてたら、日が終わるっていう。難しいんですよね。難しい。食べ物とかあげたいって思っても、今結構禁止事項が多いので。それはそれで大変だけどね。薬と相性とかあるので。ああ、そっかそっか。食べさせきれないもの結構あるんですよね。なるほどね。それはそれで大変だけど。かといって他のものプレゼントしようにも、なかなか。確かに。電化製品はすぐ壊しちゃうし。あいやあいや他のものは忘れちゃうし。あら。あ、間違えて。メールなかなか難しいですよね。難しい、本当に。
さっき本当にもう。旦那が今日夜勤明けで、行くのーって言ったら、今日は行かんって、ね。今日は行かん。コメント来てますからね。来てる来てる。起きてるから。行ってこうねーって言ってから来たから今日。明日は明日で、あれだけどね。夜勤だけどね、旦那は。ああ、また近々那覇飲み計画しないとね。いいな、那覇飲み。後輩のお店に行かないと。ああ。結局行けなかったの。あら。金曜日だったらさすがに休みないだろうな。金曜日行こう。今度いっぱいで入れないと。ああ、逆にね。逆にね。また台風近づいてきてるみたいね。大学の3つ後輩なんですけど、うんうん、そうなんですか、お知り合いなんですか、隣のお店に情報機器に入って呼んでたんですよ。な、うん、うん、でお休みなんですかって聞いたりとかして、うん、そしたら隣のこのお店の店主さんが、うんうん、キャンさんは先輩ですか後輩ですかっていう感じで、あ、僕の方が先輩ですよ。あ、ですよね。若く見えたみたいです、彼からしたら。隣もすごく料理美味しそうだったんで、素敵なお店でしたね。いいなぁ。リストさん、株はしないから大丈夫よ。株には手出さん。前はFX、はい、をなんかそういう系統の会社かなに勤めてた元彼がいて、はい、で付き合ってた当時に FX やってみないかみたいな話になってて、で無料でちょっとできるのがあるからやってみたんですよ。もう分からんからやめたっつってやるのやめました。まあ、FX より株の方がやりやすいですよ。もうそろそろやってみようかなと思ってるんですけどね。私はもう株とかさっぱり分かりませんみたいな。自分の持ち金でやる分には、借金は使わない。信用株とかっていうのがやばいんですよ。うんうんうん。沖縄大好きさん来たね。当分の間は秋の曲特集しようかな。探しまくって。探しまくるのも大変だけど。はい、じゃあ、マイクあげまーす。はい。お聞きいただいたのは、スーパーフライで輝く月のようにでした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは、〇〇の秋です。というのも、私、カレンダーをいつも持ち歩いてるのに、春分の日、はい、っていうのに気づかなくて、はい、で、テーマ決めた後に、ワッチ、先週のオンエアじゃないな、収録の時に、それでかぶりって聞かれて、あ、だったみたいなのを思い出したんですよ。なあ、タイミングが良かったのかもしれない。まあ、これいいです、ね、これ決めたのは、リクーさんなんですよ。旦那のリクカイクーさん。リークさん気づいてたんじゃないですか。多分気づいてたかもね。若干。あ、旦那かな。酔っ払って決めてるからね、いつも、あの人は。キャスの方が届いてますので、紹介したいと思います。お願いします。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは。ワン。ワン。
久しぶりに山川真由美ちゃんたちのライブに行ってきたよ。久しぶりに会っておしゃべりできて楽しかったと来てます。いいですね。イオン系列で今日結構前にゲストで来ていただいた吉田康則さんとかも、はい、ライブやってたようで、見に行くって今日聞いたら旦那に、行かんって言われて、って思ったんだけど。ちょっと私は行きたかったな。行きたいらしいですよ、陸海空さん。旦那の陸海空さん、キャンさんサッチ、こんばんサッチ。こんばんサッチ。カープボーイさん、さっき、これはおいっ子？めいっ子、めいっ子ちゃん。めいっ子ちゃん来てた、聞いてたけど、今日もまた泣かれてギャン泣きだったーと来てます。あらま。あらま。同じくカープボーイさん、おいっ子が、おばあちゃんにプレゼントって言って作ったものを自分が気に入ってから、一回も持ってきてたから、また持って帰りよったって。自分で作ったのをお気に入りにして持って帰っちゃったってことなのね。意味ねえじゃん。旦那のリクカイクーさん。うちも、先月テレビ買って、サッチーがゲームのスイッチ買って、そのうち株とかしないかな。私やらん、そういうの株には興味ない。あ、でも、あれですよ。スイッチといえば。引っこ抜かれての株の方があるかもしれません。ゲームのね。はい。あは。まあ、これ、まあ、次の次ぐらいにちょっと話題に出そうと思っていたので。お。うん。そうなんですね。そうそうそう。でも、旦那の陸海空さん、桃鉄にハマってるんですよ。おお。だから、桃鉄で何がいいんだろうとか思って、桃鉄のなんか、ワールド？はい。あれ買ってめっちゃハマってますよ。ゲームの秋ですね。ゲームの秋になってる、リークさんは、はい。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。リクカイクさん、おい、株の話になってるよ。NHK と株やらん、あ、株。株らないか。株らないか、ならならん。カープバイさん、芸術の秋っていうところかな。今日、イオン茶炭店で島唄少女展のライブ見に行ってきたよ。楽しかった。久しぶりにまゆみちゃんと会えたーって来てます。そう、イオン系列では今日はいっぱいなんかあったみたいで。いいですね。うん。たまにはそういうのも行きたいなー。あ、でも私行く予定ではあるけど、オンエアの日とか、翌日とかに。ちょっと行く予定はあります。沖縄大好きさん。動物の森の株。どうもりも勧められたんですよ、キャスで。個人的なキャス。はい。けど、と思って、私はスーパーマリオの方に行きましたね。うちの母がハマっております。スーパーマリオ？いえ、動物の森。ああ、どうもり？はい。どうもり、前、何だったかな、アプリがあって、どうもりの。はい。あれに一時期ハマってましたね。アプリの方には。アプリもあったんですね。ありましたよ。どんもり。あ、一時期やってたけど、途中でもう飽きました。自分が。そう。カープボーイさんが桃鉄でキングボンビー忘れ、つけられた時に、腹立つこと、爆笑。確かに。だから私もそうなんですけど、陸海空さんも、キングボンビーとかボンビー系のやつがついたら、はい、前のやつにどうついていくか。つけていくか。っていうのを毎回考えてます。どうしようかな。先に、DM が来てますので、紹介したいと思います。はい。フリーラムラジオ、アットワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。今日は、秋分の日ですね。そうなんです。オンエア上では、秋分の日。はい。今年は23日ではなく22日なんです。確かに。うん、確かに。うん、テーマ、〇〇の秋ですが、私、食べ放題の秋です。いいな、飲み食べ放題。早速ですが、先日某所でコーヒーとカレーをいっぱいいただきました。その某所
某所はなんと、コーヒーとカレーがおかわり自由なんですってきてます。おかわり自由はいいな。いいですね。バイキングとはまた違うのかじゃ、うん、バイキングで思い出した。私最近番組でホテルのランチ券を当たったのにすっかり忘れてた。あら、でもまだ期間あるんで、はい、まだまだ余裕超えてますけど。って言ってるうちにあっという間に期限来ちゃいますよ。まあ言えてる。僕は大体そういうの切らしちゃってます。ああ、私もそんな感じ。子供の国も当たったけど、どんなするかって言って今2人で話してるんですよ。クーポンとかあったなーとかって思ってるけど、もう過ぎてるみたいな。私も、あい、あと1ヶ月前だけどどうするって言って、あの旦那の陸海空さんのお兄さん子供いるので、そこにあげるかとかっていうのをやってますね。ギリギリになってあげるっていう。毎回そんな感じで。でも向こうも向こうでありがとうって言って、多分行ってはいるはず。映画券とかなので大体。ペア、うん、溜まってあげるのが多いかな。2枚とか3枚とか。そう。でも、ロアジール行きたいけど、私行けるかな暇あるかな忙しいんだよなっていう。そう、そうなんです。沖縄らしきさんがキャスの方で、やっぱりステーキでもスープやご飯、サラダもおかわりできますよね。あ、確かに言えてる。僕はいつもサラダたっぷり。私は大体ご飯系が多いかもしれない。ご飯は一杯だけと決めて、うんうん、お肉増やしてサラダと食べますね。うんうん、カープボイさんが、そういえば陸海空さん最近、ラジオ沖縄でいろんなの当たってますよね。おめでとうございます。来てます。私もそうなんですけど、陸海空さんも結構な確率で当たることが多いんですよ。最近。まさに検証生活夫婦ですね。いや、そうではないけどね。そうではないけどね。でも、もう当たったとて取りに行くのは、大体私の役目という。あら。そんな旦那の陸海空さん、俺はセンベロの秋にしたい。なんであなたよ、もうもうあの辺でセンベロに近いスタイルって言ったら9班ぐらいしかないですね。なるほどね。ちなみにキャンさんは〇〇の秋何かありますか？〇〇の秋、やっぱスポーツの秋じゃないですか。あ、僕は運動が大好きなので。はいはいはい、いいんですよこの時期って。ちょうど、うん、暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい感じなんですよね。特にローラーブレードなんかやってると、うんうん、まあ、ウォーミングアップ丁寧にやらなくてもすぐ動ける季節でもありますし、で、かといって転んでも痛みがあんま響かないというか。あ、なるほど。冬場転んだら痛いんですよ。ああ、乾燥してるからっていうのもあるのかな。いや、冷えてるので痛みがしにくるというか、響きやすいというか。あはは。はいはいはい。旦那の陸海空さんがキャスの方で、ラジオ沖縄にワンデイの T シャツ着ていけるか。確かに、何だったかな。検証最近当たったのがあって、はい、で、たまたま、病院、陸海空さんの病院受診があった時に、どうせの葉にいるから取りに行こうって言って、ラジオ沖縄さん行くよって言ってるのにもかかわらず、先週着ていったワンデイの T シャツを着けるというハプニングがあって、それで私が代わりに行くっていう。そう。私の秋、なんだろうって考えてたんですよ。食欲でもなく。と言って、スポーツかっていうと最近スポーツもやってなくて。はい。で、読書はって考えたら本読まないので、なんだろうって考えたら睡眠ですかね。あ、睡眠の秋。大事ですよ、一番。睡眠の秋になりますかね。また、秋の眠りって心地いいんですよね。そうなの。春とね、秋はね、必ず眠くなる。はい、気持ちよすぎて。チュンチュン、チュンチュン。鳥の鳴き声聞きながら、はい、鳥飼ってるので実際に余計に眠くなるじゃん。そうそうそう。ちょうど
いい感じなので。芝生の上で雲眺めながら寝たいですね。あー、いいね、それも。キャスの方で沖縄大好きさん。ROK と RBC の最強コラボ。確かに言えてる。カープボーイさん。秋を愛する人は心清きと。あー、なるほど。なんかこの間言ってたよね。秋竹城とか先週言ってたよね。メールの方が届いてますので紹介したいと思います。はい、お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さっちーさん、キャンさん、こんばん。さっちー、こんばん。さっちー、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。〇〇の秋、読書の秋、家には小説などの本がたくさんあるので、読み切れない本を読み切りたいところですと来てます。いや、本か。本。小説、高校の時、ハリーポッターの本を読破しようと思って挑戦したんですけど、諦めました。もう高校の時に、ちょっとガリ勉目指そうかなと思ってて、はい、高校何年の時だったか、2年の時だったかな、ちょうど、ハリー・ポッターが流行ってる時で。はいはい、で、たまたま、何だったかな、賢者の石だったかな、の本を買ったので、はい、これを読破しようと、学校にまで持ってって、やったんですけど、はい、無理でした。僕はその賢者の石を中学校1年生の時、はい、英語版を買いまして、英語版読み始めたんですけど、はい、1ページ目終わってちゃんと読めるようになってきたなぐらいの時に、はい、英語の、担当の先生が2年生で変わりまして、はいはいはい、英語嫌いになって読まなくなりました。あ、いやキャスの方で沖縄大好きさんが、それを言いますと僕は収録へ行く時、チャーシート、キューシート、はい、キューシートやリスナーさんのメールを、これは綴るでいいんですかね、はい、ファイルや収録に使うノート、ノートパソコンを、具志堅ストアのトートバッグに入れて持ってきます。なるほど。RBC さんの方ですね、具志堅ストア。私そこまで具志堅ストアはあれなんだよな、聞けないというか、ちょうど丸かぶりの番組がありますので。なるほど。まあ、具志堅は一応こっちでもラジオやってますからね。あ、そうなの？はい。あ、そうなんだ。具志堅店長になるためにここのラジオやめたんです。あは、そうなんだね。はい、へー、初めて聞いた。そういえば、ひふみさん。はい。ポッキリだったそうですね。あ、折れてたんですかあれ。らしいです。びっくりした。歩けてるから大丈夫かなと思ったのに。ポッキリだったそうです。あ、いやー。2ヶ月安静って言ってましたよ。仕事大丈夫かな。X で見て、ポッキリ折れてましたって言ってましたね。あ、いや、明日まで様子見てくださいって言わずに病院行かせればよかったですね。旦那のりくかいくんさん、わっさい、あ、わっさびよーって、わっさびよー。ひふみさん、あんなに痛み強いんだ。強いんじゃないですか、やっぱり。いや、普通に歩けてましたよ、あの人は。おー。沖縄大好きさんが、ポキったみたいっす、ひふみさん、確かに。はい、いやー。いやー、では、来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは、まだできてない目標です。というのも、9月なので、はい、9月の末に入るので、はい、そろそろ年末近づいてくるということで、4分の3が終わってしまう。はい。ということなので、ちょっとできてない目標を聞こうかと思います。キャスの方で、ゆっきんこさん来ておりますね。こんばんは。こんばんは。東北から聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい。
え、こちら気温22度です。ちょうどいいです。って涼しいですね。涼しいね。22度。羨ましい。沖縄、まだ昼間は31、2度ですからね、うん。まだまだ残暑厳しいですよ。カープボーイさん、お正月に木曜出たら、3月ぐらいに木曜何だったかな、まあ、目標ね。目標何だったかなって言ってるリスナーさんたくさんいるよね。確かに、私も半分その一人でございます。その一人でございます。まあ、目標を立てるのは大事ですからね。まあ、そうですね。新たに設定してもいいんじゃないですか。いいと思いますよ。たかちゃん、はぐれ、メタルさん、こんばんは、こんばんは。こんばんは。神奈川も暑さは今日はマシでした、と来てます。おー、いいなぁ。でも、まだまだ暑いって聞きますからね、内地も。暑いところは暑いと聞いておりますよ。うん、旦那のリクカイコさん、ヒーフーミーさんは足と、頭の距離が長いからね、身長長い。痛みが鈍いっていう、多分届かないんだろうな。いや、単なる痛みの強さだと思うよ。そうですよ。いやー、ということで、はい。お時間来てしまいました。はい。ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、ミキサーのキャンでした。じゃあねー。ヒーフーミーさん、お大事にー。マジかー。折れてたらしいですよ。じゃ確かにポコッと腫れてはいるけど、歩けてたんで、うんうん、いやそんな。だから下手する、なんかすんごい腫れ方してるって言ってたから、はい、これ折れてないかと思ったんですよ。私はね。だから、じゃ歩けて。見てなかったんで。うんうんうん。歩けてはいるって。じゃ確かにポコッと腫れてるんですよ。ぶつけたのか、剣が切れたのか判断しづらかったので、うん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 、それは今日は冷やして、様子見てください。で、明日まで行って、痛みひどくなったらすぐ病院行ってください。あー。はいはいはい。私も、足の、なんだ甲、はい、捻挫した時、なんかすんごい腫れ方してて。捻挫でもすごい腫れますからね。腫れる腫れる。足はすんごい腫れる。血液がやっぱ下に溜まるので。うんうんうん。腫れ方が半端なくて、あの時。だからもう、私も、この腫れ方は捻挫なのか、それとも折れたのかって思ったぐらいの腫れ方したので、はい、もう、翌日部活休んで病院来ました。したら捻挫でした。で、それでも1ヶ月ぐらいはもう、安静？体育の授業、ダメって言われて。部活もとりあえずダメって言われて。やったんですけど、僕も足首高校生の時折ったんですけど、うんうんうん、右足首折って、でも病院の先生が骨がくっついてるから折れてるか折れてないかわからないって言われて、レントゲン撮ったら綺麗なんですよ、うんうんうん、でもこんだけ体重かけれなかったらきっと折れてるからまず固定しようねって言って4週間固定したら、はいはいはい、4週間も綺麗に線が入ってだから離れてなかったんですよ、折れてるけど、うん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 、だから治り早くて4週間で治ったんです。おー、沖縄大好きさんが、ひふみさんはきっとあれ長年の牛乳屋のスキルでカルシウムが許可されて歩けた説、うん、でも真面目に本当にお大事にですって、うん、仕事もラジオも大丈夫かしらマスターって来てますね。確かに確かに。あ、ワッチーさん今来てる。あそこをこっきり行くのはどうやって固定するの？あ、なんか両サイド固定してる感じでした。包帯巻いて、うん、足の、下の部分と。手術まではしてないですね。してないしてない。だから2ヶ月安静らしいです。だとしたらじゃあ骨はずれてないってことですね。うんうんうん、よかった。ワッチーさんもお疲れ様です。今帰宅したばかりですって来てます。祝日なのに出勤お疲れ様です。私は月曜日もともと休みなので祝日という感覚がないです。僕はもともと祝日なんかもらったことないので感覚がないです。
また来週。バイバイ。